はい、こんにちは、石原スポーツです。本日はリクエストにより油出しをやりますね。油出しというのは補給面の中にあるグリスに熱を加えて、染み出させるという加工方法ですね。ですので例えばこういった新品のグラブでも短時間で加工を施すことにより使い込んだようなグラブになります。最初にお話ししておきますが、油出しあるんですけど当店ではおすすめしておりませんしサービスも受け付けておりません。なぜかというと油出しというのは熱を加えることによって強制的にグリスを染み出させますから非常に皮への負担が大きいと思われるからですね。ですのでこれからやっていきますけれどもあまり真似をしない方がよろしいかと思いますよ。はい、始めますね。はい、比べてみてください。はい、こんな感じですね。はい、はい、あとはオイルでまた仕上げてやりますね。はい、それじゃあオイルで仕上げをしていきますね。はい、仕上がり具合こんな感じですね。はい、どうでしたか。加工を施すことにより、こんな感じになりましたね。はい、最初にお話したようにおすすめはしておりません。油出しをしなくても自然にこういった形で、クリスは染み出てきますので徐々に使い込みながら慣らしていった方がグラブへ負担が小さいかと思われますね。はい、それでは皆さんさようなら。関連動画は133番ですね。